始まるよ。はい、今日はリトルグリーンモンスターを作っていきたいと思います。使う風船は1本なんですぐできると思います。皆さんも作ってみてください。腕の部分から作っていきますね。1つ目にバブルを作って、そこを結んで腕を作ります。次に体の部分です。顔の部分です。いや、体の部分ですね。そしてまた腕を作ります。折り返して体の部分を作っていきます。はい、こんな感じですね。あと足を2つ作ります。ここもピッチツイストしておきますね。はい、こんな感じでピッチツイストしたら、こっち側に持ってきて、ここなんですけど、ちょっとだけ小さいバブルを作っておくと便利です。小さいバブルを作ってから、もう一個足を作りますね。よ、こんな感じ。そしたら最後腕に引っ掛けますね。はい、腕と足までできたら、次はここに耳を作っていきます。ここもピッチツイストです。この作品かなりピッチツイスト多いんで、割れやすくなりますんで、それは気をつけてくださいね。で、片方の耳がこれで完成です。そしてまた小さいバブルを作って、こんな感じですね。そしてもう一個の耳を作っていきますね。もう一個の耳を作ります。小さいバブルを作って、一つ、さらに小さいバブル。もうちょっと小さいバブル。この二つ作ったら、ここをピッチツイスト。はい、ピッチツイスト。そして、横に長いバブルを一つ作って、折り返してもう一つ。ここ、ロックツイストですね。はい、今こんな感じになりました。形わかりますかね？こんな感じです。そして、ここと同じ大きさのバブルを、ここですね。ここと同じ大きさのバブルをもう一個作って、ロックツイスト。最後これを端っこまで持ってきたら、腕に巻きつけて余分な部分は切っちゃいます。はい、形をしっかり整えたらこんな感じで形は完成です。はい、今日のリトグリのキャラクターは TikTok でかなり人気があったので作ってみました。このアイドルグループなんですけど、みんなすごい歌が上手いんですよね。いつも通り最後に全キャラクター登場します。最後までご覧ください。はい、今日はリトルグリーモンスターを作ってみたんですけど、一色で簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。ピッチツイストが多い作品になってますので、割れるのだけ注意して作ってみてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。